まあいろいろな駆動系、エンジンから駆動系から、それからリアホイールにその動力が伝わる、手順とかね、あらゆるものがすごい考えられてて、その上、まあ、整備もしやすいし、いろいろな意味で、まあ、重量バランスも多分すごくいいんじゃないかなと思います。乗ると、すごく安心感があるし。低重心で旋回性もね悪くないし、これは本当に尊敬に値するいいバイクだと思います。意外とそうですね、でかいというか、まあ長いですよね、割とね、伸びやかなスタイルですよね。まあエンジンがこう縦型の V っていうかね、横型の V っていうのかな、車体に対してこう V になってますから、この部分がすごく長く見えるというのも、まあ実際今のモダンバイクに比べると、このエンジンから駆動部分の長さっていうのは多少長いと思いますよね。測ったわけではないんですけど、そういうこともあって、タイヤの太さとかは今のバイクの基準からすると相当細いんですけど、それがまたクラシックで僕は好きだし、乗り味もすごいオーソドックスないい乗り味だし。でも細いからといって華奢な感じでもないし、やっぱりすごくバランスが取れたいいバイクなんじゃないかなと思います。この車両のではないですけど、僕がホイールリムを組んで、作ってありますけど、でもまあそれはオリジナルのデザインのサイズに準じたものを作ってあるんで。サイズ的にはほぼ同じです。ああ、確かにね。あ、本当だ。平行じゃないんですね。かっこいいですね。まっすぐで。割と70年代以前のバイクはまっすぐなものも多いですけど、今のはもう少し複雑な形になっちゃって、まあこんなにすっきりしたフレームっていうのはなかなか今のバイクでは難しいですね。どういうわけなんですかね。ちょっとわかんないんですけシンプルですね。上から見てみようかな。
いいですね、上から見て。タイヤは新しい新品のタイヤ。結構でも伝統的なパターンの。
コンチネンタル、ドイツのタイヤです。タイヤはでも結構すごく大事ですよね。まあ、性能ももちろん大事ですけど、こういうパターンが、パターンが変な話似合わないっていうのがあって、やっぱりその性能を抑えた上でトラディショナルないいパターンっていうのはなかなか難しくて、いつもタイヤで頭を結構悩ましますよね。このコンチネンタルのこのタイヤはすごくいいタイヤ。いや、そういうわけじゃないですけど、でもまあイメージ的には結構レースタイヤに近いような、特にフロントはレースタイヤみたいなパターンですよね。レインタイヤみたいな感じで、すごい好きで使ってますね。結構いいですね。なんかだんだん想像しやすくなって。